どうもラスベガス旅行です。いや、いよいよですね、最後の夜、もうラスベガス最後の夜ですね。散歩しますので、Vlog に収めたいと思います。場所はですね、 MGM からベラージョまで、約15分20分歩きますけれども、まあ、夜のね風景お楽しみください。まずね、ニューヨークっていうアメリカのニューヨークね、これニューヨークをテーマにした、ホテルです。まあ、ここをね、ここの僕の思い出としては、まず、ジェットコースター、ニューヨークでジェットコースターに乗りました。ジェットコースター後で出てくるかな、まあ、その時に喋るか。まあ、あとはですね、ハンバーガーショップで、まあ、ちょっとお姉さんに写真撮ってもらいましたっていうね、それぐらいなんですけど、まあ、向こう右手に見ますのはエクスカリバー、あそこではですね、あのマックキングの、まあ、マジシャンマックキングのショーがですねあります。他はあれね、ニューヨーク見えるね今。いや、ここはすごいよね。で、ジェットコースターは今左手に見えてる、まあ、ちょっとレールがちょっと若干赤いのが見えてると思うんですけど、あれが、ジェットコースターになってます。なんだったっけな、なんとかアップルっていうねジェットコースターです。ちょっと名前また思い出したら、お教えしますけどね。あ、ここで、まあ、シルクドソレイユのマッドアップルっていうね公園があります。まあ、これは私見てないんですけど、まあいいんじゃないですかね。で、右手に見えますのは我らが MGM ホテルグランドということになります。まあ、ここの MGM グランドでは、シルクドソレイユのカーとですね、世界的イリュージョニストデビッド・カッパーフィールドのショーをやってます。まあ、この通りがですね、あのなんていう通りかはぶっちゃけ忘れましたけど、いろいろあります。アディダスとかもあります。でね、アメリカ人はですね、みんな右側通行を基本的にしてますね。まあ夜中はね、まあ多い者勝ちっていうか、まあでも僕が右側占領してるんで、こいつらのけのけって感じで歩いてます。お前ら一方右側やぞっていうね、たまにねこういうあの違反もいます。違反じゃないけどね、別に。まあ、基本的になんかみんな右側、エレベーターとかも右側乗ってますね。でもシェイクシャック行きたかったね、正直。シェイクシャック本場やから、シェイクシャックって。まだアイトンかな、アイトンやったら行ってもいいけどな、シェイクシャック。で、ほら右側がね、コーラとか、あと M&M's チョコレートの会社とかいろいろあります。あ、シェイクシャックやってそうやね。シェイクシャック行こっかな。まあでも正直ハンバーガーは食べ過ぎた。あのもうね、3日ぐらいハンバーガー食べてるんですよ。マクドナルドインアウトバーガーで、あとは今日本日ですね、バーガーバーっていうところに行って、ハンバーガーしか食べてない。もうね、寿司とかなんか、お寿司とかラーメンとかそういうの食べたい。まあバッフェでね、お寿司っていうのはあったんですけど、まあ別にちゃうじゃん、あの巻き寿司みたいなやつなんでね、ぶっちゃけなんか違うんですよね。いやー、いいですね、夜の街。ハードロックカフェですね。ハードなロックです。で、ここはなんかもう信号出ないんかな、みんなが渡ってるんで渡ります。僕もここは正直わからん、何が正解かわからん、ぶっちゃけ。あ、でもとにかくみんな渡ってるんでいいんでしょうっていう認識で、ここね、パーク MGM って言って、まあ、MGM の姉妹店なのかちょっと分かんないですけど、まあ、ここはあんまり僕触れてないです、正直。まあなんか目新しいものも、まあ、あるんかもしれんけどね、あんまり注意せずにスルーしてました、ここは。まあ、暇なら後で行ってみたいと思います。ちょっと今 iPhone で撮ってるんで、なんかいつも Android で撮ってる時は結構一時停止が動画できるんですけど、 iPhone なんかね、一時停止の機能なくてよくわかんない。なんかね、酔っ払いで叫んでる人もいますけど、ぶっちゃけ何言ってるかわからんからあんま怖くないっていうね。いや、でも眠らないですね、みんなね。
まあ、歩く速度で言うと多分僕が断然一番速いです。もうね、いろんな人を追い越してきます。まあ、それはね、僕が一人で歩いているのもあるんですけど、僕が一人で歩いてるからですね、正直速いのは。これはあまり関係ないですね、文化。いやで、CVS っていう、まあ、薬局ですね、薬局とスーパーが一緒になったようなとこ。まあ、ここの水とか基本的にはやっぱラスベガスぐらい高いです。あのね、ちょっとね離れた郊外とか行ったらウォルマートがあるんですけど、そこはね結構お安い。まあ、1本99セントとか、だから1ドルとか、まあそれも130円とかするんですけどね。そうそうそう。あとは右側に見えるのがね、ポロタワー。ポロタワーはちょっとよくわからん、ラルフローレンのやつかな、それはちょっとわかんないです、あんまり。調べてください。で、右はね、斜め右側、あそこハリウッドホテルって言って、ハリウッド映画をモチーフにしたホテルで、まあ、結構ねすごかった。なんかね、空やったかな、あそこだったかな、結構すごかったです。まあ、やっぱ内装もすごいですね、ホテルの中は。どこもすごい、ぶっちゃけ。で、僕がね一番なんか今日見て感動したところがあるんですけど、そこはね今から見えてくるんかな、ここかな、ここじゃないかな、ちょっと分からんけど、あ、ここね、グッチとか高級店とか入ってるようなとこですね。はあ、ここもまた上がらんとあかんのか、これね。ああ、結構歩くな、結構歩くんや。正直これダウンタウンの方、まあ、北ですね、北を、まあ、北に向いた時に左手側から行ったら結構遠くなるんかな。ここは遠いな、結構。もうエスカレーター使います、正直。疲れた、ほんま。いやー、でもすごいわ、ビルが。やばない、あんまなくない、こんなビル。すごいわ、マジで疲れる。体重痩せたかもしれない、正直、歩きすぎて。てか日本人はなんかな、ほらな。ちょっと早歩きモードにします。マジでいい運動になりますね、ほんまに。まあ、ぶっちゃけほんま なんか でかい大阪みたいな感じですね、正直イメージは。あんまりね、あんまりラスベガス恐るるに足らずというか、ぶっちゃけなんか居酒屋の違法ななんか客引きとかあんまりないですけど、僕はほんまに一言も誰からもね話しかけられなくて、逆にちょっと悲しい思いをしましたね。なんか話しかけられるかなと思ったけど、客引き的なのに合うんかなと思ったけど、全然合わへんかったな。でね、まあ、もうすぐ着くんかな。コスモポリタンっていうホテルがあるんですけど、そこがねマジで綺麗かった、ほんま。なんか内装がすごい幻想的で、なんか泊まってみたいなって思ったよね。まあ、別に僕はそんなんやけど、なんか女性の方好きそうな内装でした、本当に。なんか真珠のネックレスみたいなのがもういっぱい天井に吊り下がっとみたいな、そんな感じですね、イメージ。パールって言うから、まだか。ここマジ歩いたことないから、ほんま新鮮。ラッキー、最後にこれでラッキーやろ。ここはね、あの高級街とかいろいろあるんで、なんだろう、もう難波の御堂筋
をイメージした感じですかね、正直。まあ、工事中っていうのもありますけど、工事してますね。ああ、次来るマジで何年ぐらいかな、ほんま。はあ、楽しかったな。あっという間やったかな。まあちょっと長かったかな、正直。満足しすぎた、ほんま。なんか物足りんなぐらいがちょうどいいんかもしれんけど、ほんまに遊び倒した。もうショーも見るだけ見たしね、ほんま。有名なマジックとショーは全部見たんちゃうかな。ブルーマンションね、ショーが、あの見たい人がちょっと被ったりして、そこはね、ちょっと、まあ残念やったけど。まあまあまあ、いいんじゃないかな。これどういくんやろ、これ渡れるんかな、信号。あ、こっちから行ったことないからマジで分からんのよね。だからなんか意外に渡れる橋があるんやけど、うわ無理やん、渡られへん。これどこから渡るの無理なんちゃう。よし、あったわ、あれやわ、階段があったわ、多分あれやわ。だいたい分かんねえ、俺ね、もうラスベガス庭やから、正直。まあ、寸胴人には失礼かもしれんけどね。もう庭よ。もう1週間おったから。体感1週間やから。いや、マジで6日はおるから、ほんまに。マジで疲れた。ほんまに疲れましたよ。もう帰ってあったかいベッドにぬくぬく寝たい。っていうのが本音です。本音です。うわすごい景色。あ、コスモポリタンありましたね。これです。このホテルがね、かなりすごい、マジですごい。ほんまにね、6日おったけど英語は全然聞き取れませんね、ぶっちゃけ。なんかたまにめまいもするぐらい疲れた。じゃあもうないな、何も。ほんまに15分ぐらい着くんじゃん。階段はあんま取れたくないからな、正直。早く降りるのがきつい。ちょっと今ね、YouTuber っぽく言ってみたけど、全然そんなことないからな。いやー、やばいわ。なんかね、いろいろもっとゆっくり見たかったな、正直。いやでもね、忙しかった、ほんま。でもショーメインやから、ぶっちゃけ結構ね、うとうとはしたけどね。まあ時差っていうのもあるし、いや時差はあんまないか。でもよう遊んだわ、ほんま。もうね、喋り疲れた。もう無理。ただでさえ喋られへんのに、よう持った方やで、15分ベラベラと。でもよくないこの街並み。いやなんか恋しくなるね、ほんと。どんな感じなんやろ、これで戻ったら。戻ったりひんのかな、やっぱ。あれ王ですよ、王。シルクドストレイユの王ね。あれもかなり良かったわ、ほんまに。いっちゃんでかいホールで、いっちゃん高いショーでしたね。ね、ショーを買うときの注意やねんけど、もう一人の場合はマジでチケット売り場に直接行った方がなんか安く買えた感じでしたね、体感。
しかもいい席を安く提供してくれるっていう、まあ、チップとかね渡したら、まあ、交渉とかにもなってくるかと思うんですけど、まあ、かなりね良かったです。ああ渡りたい渡りたいけどなんかちゃうな、マジでここはどういうあれ、あっさ、まあ、ぶっちゃけここはね渡るんでよかった。車こっちから来んねや、オンリーなんや、分からんかったな、みんな渡るけどね、結構信号無視もプラネットハリウッドホテルっていうかな、まだよこのね信号がねテナマーク、これは待てやから、みんな待てできてないから、ああオッケー変わった、ベラージュ来ましたね。ここ噴水所あるから到着しました。ベラージュほんま15分16分やなっていうことで、一旦終わろうかな、一旦終わります、ますますます、いやすごいわ、はい着きました、到着、はいこれですね、じゃあ噴水所を取るまでちょっとブラブラします。ありがとうございました。